Get a time!
どうしたの？それじゃあね。これからちょっと時間取れるかな？私たちとパーティー組んでほしいんだけど。いや、そういうわけじゃないんだけどね。ないわよ。私とリズさんだとちょっとレベルが足りない場所なんです。だから手伝ってもらえればと思って。場所はあそこのダンジョンの奥よ。私とリズさんでクエストを進めてたんですけど、最後に秘密のお店に行かなきゃいけないって分かったんです。クエストに成功すればお店の NPC からアイテムがもらえるんだけど、その NPC が人間不信っていう設定でさ。クエストを成功させるには私たちがその NPC に危害を加える存在じゃないって証明しないといけないみたいなんです。その装備を全部。集めた事前情報だと下着とタオル以外はダメだって。私は騙されてるのかなとも思ったんだけど、情報の出どころは信用があったし。だからキリトには私たちが無防備になる間守っててほしいの。持ってた。じゃあ早速出発しよう。
そこです。ほら、明かりがついてます。じゃあ、私たちはこの辺りで脱いでいかなきゃいけないから。それだと店の中から NPC に見られちゃう可能性がありますから。脱ぐから目はしっかり閉じて、絶対に開けたらダメだからね。ならこっちを見ないで、見たら承知しないからね。ここで待ってて。ごめん、キリト。今は何も聞かないで。分かったことだしね。はい、予想以上でした。ところでキリト、あんたはなんでこっちを見ているのかしら。向いてなさい。お疲れ様、キリト。ありがとね。それ聞くの？リズさん、いいじゃないですか。手伝ってもらったんですし。まあそうだけど。あの NPC のお店、実は下着を作ってくれるお店なんです。着け心地がとっても良くて、すごく気分がいいんです。普通のアイテムだったら見せてあげられるんだけどね。あ、でも。
私はキリトさんだったら。私も聞かなかったことにしておいてあげるわ。どうしました？さあ、行きましょう。